海と日本プロジェクトの一環で行われた豊かな海の秘宝を探せ兵庫シーレンジャー。兵庫県の小学5年生と6年生が一泊二日で豊かな海を実現するには何が必要なのか学びます。今回は瀬戸内海編と日本海編に分かれて、それぞれの海の現状や現在抱えている問題点などを調査していきます。海があるおかげで陸の生き物はいろんなことで助かる。だから海と陸って実はどっちかがだけでは今の地球のようには絶対になれない大事なものです。海の生き物だけ研究してても海は良くならないと思って、町とか里、まあ、そういったところでもいろいろとお仕事させていただいている。それぞれで多分感じることがあると思うし、それぞれで体験することいっぱいあると思います。講師の挨拶の後、記念撮影が行われました。すいません、ちょっと関係者だけなんです。この人、あ、そうなの、誰ですか。ちょっとどうも、安田大サーカス団長安田です。よろしくお願いします。お願いします。みんなで頑張るぞ。まず最初に氷上回廊見分かれフィールドミュージアムで兵庫県の海の現状について学びました。それで、あの瀬戸内海です。透明度はどうなってましたか。上がってたよね。透明になってたっていうことは、どうやらここが少ないんじゃないかってなったら、それを支えている栄養も多分少ないんだろうということで、実際に調査の中で栄養分が少なくなっているっていうのは分かってきてます。なので、そうなるとこのピラミッドを支える時の下が狭くなっているもんだから、漁獲量が少なくなるっていうことが起きてきているというふうに言われています。こういう汚れすぎて魚が死ぬ海と、もう切れすぎてちょっと住めづらいなみたいなところの間を取って、これからは豊かな海、栄養とかが適当にこうバランスよくあるような海っていうのが瀬戸内海ではいいんではないかっていうのを今ずっと研究とかをしていると。次に調査の会場となっている見分かれとは何なのかを学びました。簡単に言うと、雨降りますよ、ね、雨降って、でその降った雨が日本海なのか瀬戸内海なのか太平洋なのかどっかに流れるっていう、どっちなのっていうのを決めている線が中央分水帯と言います。中央分水帯っていうのは、日本列島を背骨のようにこの赤い線で示したように走ってます。で、丹波市氷上町伊曽、ここは本州一低い見分かれと呼ばれています。見分かれ公園に行ってもらったと思うんですけど、その近くに小さい川があったと思う。その川の横に分水帯の一番低い95メートルのラインがあります。兵庫県の内陸部からスタートした兵庫シーレンジャーの調査は、この後森と川と海のつながりについて学んでいきます。海と日本。